Hi everyone. Welcome to みんなムロランへようこそこちらがもうランといったらもう唯一の見どころといいますのでしょうか白鳥大橋です今ねこの展望台的なところにいるんだけどもう景色がもう素晴らしすぎて陽蹄山も見えるしニセコね俺がいたところそしてこっちは全部海なんですよまたまたみんなね画面の中にいるので見えないと思うんですけどもう全部海 そして船船そして山々やばくね最高個人的に勝手に楽しんじゃってますっていうかそうこの前のビデオでねみんな本当にねもう心温まりすぎてレンジで言うと爆発しちゃう卵みたいなレベルの心が温ったまった、えー、みんなねコメントとかね励ましのねメールとかもねくれた人いっぱいいてねもうすごい励まされましたマジで感謝です Thank you very much thank you so much for your encouraging words and messages Really, yeah, touched me. でこのやっぱり家族っていうかさ、このなんだろうコミュニティっていうか、本当に感謝です、ありがとう。はい切り替えて今日ね話していく内容は、最近もうね、いやこのビデオ本当に俺感情的になりすぎないかちょっと心配なんですけど、最近もうもう話題になってるっていうかね、すごい物議を醸してる問題、アメリカで、あのメインリーね、まあ、世界中なんだけどね、結局。 でもメインでアメリカで問題になってる、えー、ことについてこう今日みんなでねちょっと分かち合ってあの話し合っていきたいと思いますみんなね聞いたことあるかわからないんですけどリア・トーマスっていう人知ってますかリア・トーマス水泳選手なんですね、えー、まあ言い方悪いかもしれないけどただの水泳選手ではなくてトランスジェンダーの水泳選手なのねで3月17日に全米大学体育協会 NCAA っていう えー、そういう教会のディビジョン1っていう水泳の,水泳の大会があったんだってさ全米選手権で、えー、トランスジェンダーのリア・トーマスが、まあ、500ヤード自由型で優勝まあこれはもちろんねこの大会が初めてじゃなくてもうずっと前からまあうん問題にはなってるのさこのトランスジェンダー、まあ、要は聞いてもともと俺みたいにもうがっつり男として思春期を迎えて筋トレもして まあ筋肉も蓄えてっていうもう男としてもう22でしょ俺今22まで来たけど俺が例えばだよ今は私実は心は女の子でしたって言って心女の子なので女の人たちと生物学的に女の人たちとスポーツができるべきじゃないですかって言って分かる言ってること今までずっと男として生きてきたけど心が急にちょっと女の子になってからって 一緒にスポーツを競技するる人たちがみんな女であるべきっていうの体は男だけどおちんちんもついてます。っていうこのトランスジェンダーのなんて言えばいいのかもうほんと難しいんじゃないトランスジェンダーの女の人たち、まあ、体は男だけど一応女の人たちっていうこの人たちが女の人たちとコンピーチしたい競い合いたいって言ってんのさ物理的な体は男なんだけど女の人たちとこう一緒に競技するとどうなると思いますか これは正直言うとと幼稚園生でも分かると思います明らかに男が有利なんですでみんなもね当たり前だから分かると思うけどスポーツって男女で分かれてるのに理由があるのさその理由みんなも分かるでしょう考えなくても分かるでしょう生物学的に男と女には違いがあるのさアドバンテージがあるの男には筋肉の量も違うしって明らかに神様はもう想像の時点で男と女はもう別に作ってるのさだけど 今世界で何が起こってるかっていうと私は心は女ですだから私は女ですっていうこのトランスジェンダーの人たちが女と一緒に競いたいって言って女の人たちのス,ピスポーツに入っていくのさだから体は物理的に男だけど心を見てくださいってそしたらど何が起こると思うまさにこれなのさリア・トーマス22歳ねもうがっつりしたもどっからど,どこ見ても男です が本当のって言ったらあれだけど本当の女の人たち生物学的な女の人たちと一緒に競技をすることでスポーツをすることで断然にこの人が有利になってしまうのでこれが今ずっと起きてることなのさみんな考えたことあるかな日本だとね結構まだ問題になってないから感謝のことにあんまり考えることがそしてみんなもねこの問題とかあんまり多分考えたことないかもしれないのさ だけどもアメリカとかではどん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 んこのムーブメントが大きくなりすぎて本当に女性の権利が奪われている、えー、そして、うん、もっとこのリア・トーマスっていう人のことでいうとの彼は、ごめんね、彼って言います、彼は男ですから彼は体は男です、体は男、チンチンついてます、男性器がっつりついてます。 見せたくもないんですけどあの女の人のさ水泳の水着着るんだけどしっかりもっこりしてます男性気ついてるでも性自認は女私は女って言ってる人でしょで Guys, Listen t スン h です聞いてもっとクレイジーなのは彼は私は女ですけど t スン生体性は女ですって言ってるのみんな何言ってるか分かる要は 私はレズビアンですって言ってて言んのいやもうそろ男やねん分かるかみんな言ってること体は男でしょもう21年間ぐらいずっと男として生きてきたんだよだけど私は女でした心は女でしたでも私はまだ女が好きですだから私はレズビアンになりますって言ってもうねぐっちゃぐちゃぐっちゃぐちゃぐっちゃぐちゃ はい、3回言いましたもちろんリア・トーマスのことも祈ってるんですけどすごいいい棒だと思う悪すごい悪いと思うここまで来たらもう崩壊してんじゃん女の人のことバカにしてんのってことでしょすごいね心が痛むんですけどそしてみんなにもね本当に祈ってほしいんですけどこの水泳のさリア・トーマスねこの男と一緒に競技しないといけない人一緒に戦わない といいけない女の人たちロッカールーム更衣室ね一緒です一緒なのでこれがもう前に何ヶ月か前にちょっと問題になったの女の子たちが言い方悪いけどもうチンチンブラブラねリア・トーマスチンチンブラブラで更衣室を歩き回ってんのでこの女の人たちの証言によるともうチンコを隠そうとしないのさ みんなわかるで彼は彼はもちろん女が好きなんだよで彼はそれでまあ気持ち悪いけどプレジャーそのなんかあのなんだろう快感を得てると思うの信孤も隠さず更衣室ブラブラ歩いて女の子たちに見せつけて女の子たちはそれをコーチに相談するのさコーチさすがにさすがに気持ち悪いってさすがに嫌だって不愉快だってだから ななとかしてくれないって相談しててててくくれれいいっっ相談そのの大会の人たちねでもそしたらそのコーチはいやトランスフォービックに思われたくないからって反トランスジェンダーに思われたくないからそこは静かにしてなさいってそれはもうしょうがないんだよってそういう人がいるんだからってほとんどの女の人たちはもうこれでずっと不愉快な思いをしてんのさ信じられるかもうナルシストでしかないでしょ私は心は女だから女の更衣室を使わせてほしいって 本当に謙遜でなんだろう他の人を思いやれる心があればもし自分のしてることで他の人が不愉快に思うなら絶対にしないでしょ。もうお構いなしです、リア・トーマス。でそこにはさっきも言ったけどもう大会だからもちろんね懸賞金っていうか賞金もあるしそして、うん、スコラッシップ奨学金とかの問題にも出てくるのさスポーツって。スポーツで優勝したら 奨学金を全部払ってもらえるとかっていう制度がもちろんあるわけでしょアメリカにもだけどそれも全部水泳に収まってません本当に水泳に収まる話じゃなくていろんな競技で男たちがここら女っていう男たちが突っ走って女の人たちの場所を奪って権利を奪ってんのさこれ俺本当に危ないと思うの女の人たちの活躍する場所を 奪い去ってんのさトランスジェンダーはどうすれば女の競技に参加できるかっていう定義を言うとすればそのまあ男としてもちろんね成長して筋肉もモリモリついてるんだけど1年間だけテストステロンの抑制剤抑制剤を取るのさ1年間でそれを1年間やればもう女性として参加 OK なの誰でも全然いくら女が好きだっていくらチンチンついてても 1>, 1年間テストステロンの抑制剤を取ればもうあなたは女ですってもうブンまんまかけますキラ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 ピョン !Hello! みたいな LikeWhat is going on? これはねもうクレイジーなのさだからまあねもちろん LGBT の人たちのためには祈るしそういう苦しんでる人そうやってストラゴなんだろう自分 自分の存在とか自分のその性について混乱してる人は確かにいるなさたくさんその人たちのためには絶対にいろんなきゃいけないしまあ,あの見えがいいじゃんみんなに平等な権利を与えようって言って LGBTQ の人たちにもどんどん権利を権利をって言ってったら、まあ、聞こえがいいでしょそれってサポートしてるように見えるでしょでも行き過ぎたらこうなんのいやだってその人たちもスポーツやりたいでしょって女なんだからって心が女ならばもう女じゃんって言って そしたら本当に女の人たちであるあなたたちに影響が出てくるのさもうその男女っていうその違いがかき消されてるからその神様がデザインした男と女っていうその役割っていうかその性をもうこの世はかき消そうとしてるわけでしょでノンバイナリーとか言って男とでも男でも女でもないっていう新しいものができて。 ジェンダーはもう何百あるんだって言ってもう好き勝手じゃんそしたらトイレはどうするのさっきみたいに更衣室も同じでしょどんどんいろんな unnecessary problems 絶対に不必要な今まで考えもしなかった問題がどん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 出てくんのでもこれって全部聖書を無視してるからのさ神様の存在神様の想像を全部無視してるからこういう問題が出てくるのさこういう混乱が出てくるのさ俺らが聖書を見て そこをしっかり理解してあ自分俺は男なんだって俺は男に作られたんだって私は女に作られたんだってそれを受け止めて理解すれば確かに LGBTQ 的なそういうなんだろう混乱してる人は確かに難しい期間はあるかもしれないけどこういう問題こういう混乱は起きないでしょ認めることができるじゃん神様が私を男に作ったんだろう俺は男だって You know? この前オリンピックでもウェイトリフティングでねもううんあのー、男ですどう見てももうがっつりとした男の人がウェイトリフティングだよみんな聞いてウェイトリフティングもう力っていう競技で女の女子のウェイトリフティングに参加してんの負けたんですけどねその人笑っていいのか分かんないけど負けてまあねもちろんまあその女子のね 場所でもこれがどん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 当たり前になっていく世の中なんだからねいやボクシングとか格闘技とかでもトランスジェンダーの女まあ体は男の人たちが女の人たちをぶっ飛ばしてんのさそれで死んだ人だっているしもう元に戻せないような怪我を負ってる女子たちもいるのこれも全部そのジェンダーイコーディティーって言ってその性的マイノリティの人たちのためだって言いながら 女の人たち女子たちが乱暴されてる権利が奪われてるで声を上げたくても上げれないなぜかというと社会をもってもうメディアとか総勢で批判されるからこの人はトランスフォービックだってこの人は反トランスジェンダーだって反 LGBTQ だって少しでも声を上げたらもう一気にのしかかってくるからで奨学金も奪われてスポンサーシップスポンサーも逃げてって どどどどん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 楽なるのさだからみんな怖いの声を上げれないの心ではもちろん思ってるよこれはおかしいって私の権利が奪われてるってだから I think especially we as Christians 俺ら特にね俺らクリスチャンがその神様が作ったものを絶対ごちゃごちゃにさせないそして俺らクリスチャンが声を上げないと誰が声を上げるのさねだからこういう問題を俺らは無視したらいけないと思うのもちろんね わーわわって言ってそれはおかしいおかしいっていうのもまあもちろん知恵が必要なんだけどでもおかしいことはおかしいって言わないとどん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 狂っていくからまあこのまま狂っていく世の中なんでしょうけどもそこは止められないと思うのね正直この時代ね終わりの時代だけどこれは無視してちゃダメこれは目をつぶって見過ごしちゃダメだと思うの俺はねだから俺は本当に日本もねこうならないようにすごい祈ってるんです 女子たちの場所が奪われないようにでやっぱり左のね左翼のメディアとかはこのリアル・トーマスをほんとヒーローのようにね要は、まあ、ヒーローのように言ってんのさトランスジェンダーの人が <coughs> すごい記録を更新したって女子の最高記録を更新したってすごいセレブレイトしてんの。でどっかのメディアねメディアどのチャンネルか分かんなかったんだけどアメリカのすごい左翼的なメディアのあの レポートでリオトトマスの写真をこうテレビに写したのさそしたらその写真がもう明らかに100%フォトショップされてたの加工されてたのどのように加工されてたかというともうがっつり男的な、あのー、特徴のある顔を加工してできるだけ女の子のように写してたのこう真っ白にしてとか花をちょっと小さくしてとかそういう加工して。 少しでも女の子に見えるように後から加工してたのすごいこれね本当にいい棒だと思います正直言って悪を善と言い,い善と悪と呼ぶ時代に入ってますもう昔からそうなんでしょうけどもうさらにさらにこの動き進んでますよ本当にみんなだから常にねこういう問題は無視せずみんなもぜひ考えてくださいどう思いますかどう思いますか もししあなたに娘がいるるとするでしょうその娘が子供の時から大人になるまでずっとあるスポーツを本気で頑張ってきて1位を取ってたとするでしょ本当に活躍してってでもある日突然男だった人が現れてその女の子のそのあなたの娘の場所をどん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 奪っていったらあなたはどう思いますそれでもこれはトランスジェンダーの人の権利だって言えますか考えてみてください これは明らかに止めが入らないといけないところごめんなさいエリア・トーマスのためにも祈ってますけども彼は男だからどう見てももう表彰台見てくださいがっつり横もでかくて上も高くてそしてね飛び込むシーンも明らかに一人だけジャンプのスタートが ブワーンってほんとイルカみたいに飛んでみんな考えてみてくださいこれどう思いますかぜひコメントでねあなたの意見を教えてくださいそしてもちろん俺らは祈っていきましょうこういう人たちのためにそしてこの女の子たちのために女子たちのためにどれだけ苦しんでるか分かんない正直ねだからうんやっぱ <laughs> こういう時代なんだね主を憐れんでください憐れんでください はい、今日はリア・トーマスの話をしましまままたもう、うん、ここまで来てます、はい、やっぱり神様の真実がなくなればねどん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 こういう問題が出てきますのでみんな本当にね聖書を読んで御言葉を読んで神の真実に土台を立ててえこういうさまざまな問題にもこう立ち向かえるようにっていうかこの解決をもたらせるように神に会ってね えー、進んでいきましょうみんな本当に見てくれてありがとうございますみんなも考えてみてくださいコメントしてください、えー、はいムロランに来て素晴らしく楽しい時間を過ごさせてもらってますあのー、すごい大好きな家族ともう本当家族なんですね My family in ムロランということで素晴らしい時間を過ごさせてもらってますコットンカはい Thank you for watching And God bless you、all. God bless you Thank you for praying for me And I'll be praying for you as well Ciao Thank you for watching Ciao Bye